ブラックバーンビバリーブラックバーンビバリーブラックバーンビバリーとは1950年代のイギリスの軍用輸送機である。イギリス空軍が1952年にビバリー C1 として採用し輸送飛行隊に配備した。機体は後翼配置に固定客を備え、胴部には二重デッキの広い貨物室を持ち、太いビブの先に水平尾翼がある。第二次世界大戦中、 軍用輸送グライダーのハミルカーを作っていたゼネラルエアクラフト社が戦後の中距離戦術輸送機として軍用グライダーの経験を活かして開発したギャル60ユニバーサルフレーターが元になっている。ギャルは小企業であったためブラックバーンエアクラフト社とギャルは合併して1949年にブラックバーンゼネラルエアクラフト社が作られた。 ギャル60の1号機は1950年6月20日に初飛行した。エンジンをブリストル飛行機車製戦闘ラスに変えた2号機ギャル65は1953年6月に飛行し、47機の量産型の注文を得た。落下産部隊の搭載が想定されていたため胴体に武装兵94名とビ部に36名が登場でき、胴体後部には 付け外し可能なクラムシェルドアが備えられていた。このドアは飛行中には開閉できなかったため、貨物を空中投下する必要があるときはドアを最初から外して飛行した。また、膠着装置は固定式で前輪、後輪ともダブルタイヤになっており、非補装滑走路に着陸が可能であった。1956年から運用が開始され、1967年まで、 使用された。三面図出展、エローフライト、ハットブラックバーンビバリー、www.aeroflight.co.uk。ありがとうございます。